僕は、ライフ統合センライフサイエンス統合データベースセンターの守屋と言います。よろしくお願いします。今日は、研究とゲノムネットのウェブサービスの紹介という内容で話させていただきたいと思います。で、今日は、ウェブサービスの紹介なので、ブラウザを使って、ポチポチとクリックしていって、利用法を、使えるようになってもらえればと思います。でまず、今日話すことですけども、ケグと、ゲームネットの概要を話して、その次にそのケグの中身のデータベースと、それに関わるツールをについて、説明したいと思います。まずは、このゲームネット JP に、アクセスしてみてください。講習会のページの方からいけると思います。これがゲノムネットの、トップページになります。でゲノムネットっていうのは、ゲノム情報を基盤とした生命科学を促進するためのインターネットのサービスです。でこのケッグを主観とした、データベース群と、それらデータベースを、それらのデータを解析する、計算ツールの、計算ツール群からなっています。で、それではこのケッグというのをクリックしてみてください。で、これがケッグのトップページで、ケッグは、ゲノムや分子レベルの情報から細胞個体、エコシステムといった、生命システムレベルの機能を理解するためのデータベースリソースです。で、遺伝子とか化合物、代謝産物などの分子部品のデータベースと、それらをつなぐネットワークのデータベースからなっています。で、ケグは、これらデータベースを、3つのタイプに分けています。1つはゲノム情報で、ゲノム情報というのは遺伝子やタンパク質などの配列データの、データベースです。で、ケミカル情報は、リガンドと書いてますけど、化合物とか反応、代謝反応の情報が含まれたデータベースになっています。で、もう1つ大事なのがシステム情報ですね。これは、分子間の相互作用ネットワークや、その他、分子などの機能の分類、体系的分類、これ、ケグではブライトと呼んでいるものですけども、そういうものが、構築したデータベースになっています。これらのデータをリンクしていくことで、生命現象をコンピューター上で再構築することを目的としたデータベースがケグになります。また、ユーザー、ケグデータベースはケグで閉じているんですけど、ユーザーが持っているデータなどをケグに取得されたデータなどに対してもケグが利用できるように、いろんなツールが、提供されています。で近年は、それに対しプラスして、人の健康に関する情報ということで、ケグメディカスというデータベースも構築して、システム情報の括りに、加わっています。ケグにというところをクリックしてもらえると、このページに行くんですけども、このケグニというところをクリックしてください。それと、こういう、これが、ケグの目次で、システム、ゲノム、ケミカルという、3つのカテゴリーの中身がこのようになっています。で、このエントリーポイントというところが、ケグで提供している、データベースになります。また、このサーチ&コンピュートというところが、それぞれのカテゴリーに関連したツールになっています。でこれらすべてを詳しく見ていくことは、ちょっと今日の時間では多分できないので、今日は、代表的なものを抜粋して、解説していきたいと思います。でこのケッグジーンズとクリックしておいてください。ケッグジーンズ、これです。あと、これはケッグにあるデータとないデータ、遺伝子とか配列とか、化合物が含まれているって言ったんですけども、ケグにないデータというのもありまして、配列では、遺伝子の制御領域とか、バリエーションとか、タンパクの立体構造とか、そういう情報は、入っていません。また、化合物でも、反応速度とか、そういうものの情報は入っていないので、そういうものは、外部データへのリンクということで、つながっています。まず、ゲノム情報。配列データのケースから見ていきたいと思います。あれ、ケグジーンズで
ですね。でこれが、ジーンズの、ページですけども、ここにあるのが、サブカテゴリーで、ケッグジーンズは、ジーンズと、G ジーンズ、M ジーンズ、V ジーンズというサブカテゴリー、4つのサブカテゴリーに分かれます。でケッグでは、シーケンスはしてないので、他の配列データベースから詰めてきているんですけども、もともとジーンズっていうのは、コンプリートゲノム、で、G ジーンズっていうのは、ドラフトゲノムを集めています。でまあ、ただ近年はどんどんゲノムが読まれてきているので、まあ、主に、NCBI のデフシックに登録されたゲノム、ゲノムは、ジーンズで、それ以外のデータベースのものは、まあ、D ジーンズ、まあ、D ジーンズは主に、ユーカリ真核生物だけを集めています、まあ、そのようなそういうふうに、分類してジーンズ、D ジーンズは分けています。 M ジーンズっていうのは、メタゲノムで、今のところケグでは、人の腸内細菌とか、まあ構内とか、まあ、人に関するメタゲノム と、あとは土壌と海洋などの、環境メタゲノムというのを集めています。で V ジーンズは、ウイルスですね。この、コンピュートコンプリートゲノムというところをクリックしてみてください。これは、ケグジーンズに登録されている生物種のリストになります。ここに系統分類、ここに生物種コードっていう、3文字から4文字の、アルファベットで示されたコードが、ケグでは、ついています。であと種名とそのもともと取ってきたデータリソースですね。今はほとんどジーンズはデフテックになっています。で今現在、真核生物が約300種で細菌が約3000種でアーキアが175種ということで、全部で3500弱の種が登録されています。D ジーンズとか、M ジーンズも、まあ、同様なんですけども、こっちは、生物種コードというのがついてなくて、この T 番号というのが、ついていて、これが、ケグでの ID になっています。で現在、ドラフトは、26種の真核で、M ジーンズの方はヒトメタゲノムの、700サンプルと、あと土壌と海洋の環境メタゲノムサンプルが80サンプル入っています。この HSA というところ、まあ、ヒトなんですけど HSA というところを、クリックしてみてください。これは、ゲノムデータベースのエントリーページになります。でここには、生物種の情報とか、メタゲノムの場合はサンプルの情報が記載されています。でゲノムのさっきのよりにこの T 番号というのが、ゲノムとかメタゲノムの、エントリー ID になっています。ここには、まあ、生物種の、まあ、系統情報とかあとは、リファレンスの、情報などが記載されています。あとこの上のフォームでは、今この人のエントリージョンで人の、遺伝子の、キーワード検索などができます。まあ検索は皆さんご存知だと思うので詳しく説明しません。で先ほどのページに戻って、テーブルの、下ですね、ここです。ここに、ここでも、キーワード検索 と、エントリー検索ができます。この BFIND っていうのが、BFIND と BGET モードっていう2つ分かりにくい名前があるんですけど、 BFIND の方がキーワード検索で BGET の方がエントリー検索になります。例えばここに、出陣とかで、BFIND でキーワード検索すると、まあ、ケグに入っている、エントリーでヒットしたもののリストが、出てきます。また、これエコ B4139 というのは、大腸菌のケグ内でのエントリー ID なんですけど、エントリー ID で検索すると、まあ、エントリーに直接することができます。まあ、でもエントリー ID を、まあ、みんな知ってることは多分ないと思うので、みんな使うのは多分キーワード検索だと思います。で片方は、まあ、ジーンズに対して全てに対して、まあ、キーワード検索、エントリー検索ができるんですけど、こっちが、生物質を絞って、まあ、エントリー検索とかキーワード検索ができます。でその時に、ここに先ほど言った生物種コードっていうのを入れる必要があるんですけど、まあ、今3500生物種もいるので、まあ、多分そんなコードを知ってる人はいないと思うので、
そういう場合はこのオーガニズムっていうところをクリックしていただけると、まあ、このサブウィンドウがポップアップしますので、例えば、まあ、ドッグとか犬です入れると、まあここにリストが表示されて、エントリーコード、じゃセーブシコードが、得られますので、このセレクトを押してやるとセーブシコードがここに入るようになっています。で、ケグのエントリー ID っていうのは、まあ、独自のものなので、みんな分からないと思うんですけども、他の、ワンデータベースの ID とか、そういうものとは、分からない場合、ID とケグの ID の対応が分からない場合は、ここで、コンバットすることができます。ここでは、NCBIGID と NCBIGI とユニプロットと、ケグ ID を、コンパスすることができます。あと InkDB というものも、提供していて、ここでは、セーブ仕事の遺伝子の ID に対応表などを、まあ、一気に取ることができます。これをやってみます。やってみたいと思います。インク DB は、この一番下のゲームネットというところをクリックしていただけると、最初のゲームネットのトップページに戻りますけれども、そこで、ここに、この図があり、これがインク DB になります。ちょっと入ってないな。これは、KEG のデータベースと、まあ、その他のデータベースがどのように対応しているかということが、書いた図なんですけど、まあ、例えば、ユニプロットを押すと、クリックすると、ユニプロットとつながっているデータベースが全て表示されます。で、今、ユニプロットと KEG のジーンズ ID が対応を知りたいという場合は、例えばここにジーンズってクリックしてやると、その情報がこの下のカラーのフォームに入って、それをダウンロードすることができます。で、今、HS はちょっとヒューマンですけど、ちょっと大きいので、時間がかかると思います。思うので、カラマイセツ、セルビジェ、イーストを選んでやると、まあ、イーストが入ります。で、ユニプロットと、イーストのケーキジーンズ ID をテキストでダウンロードするということが、可能になります。ちょっと時間かかってます。ちょっと重いみたいですね。まあ実際なら、まあ、クリックしてと、まあ、ダウンロードできて、これは、ヒューマンと、ユニプロットの対応ですけど、KEG人材 D とユニプロットの、対応関係が、まあ、取得できるところになっています。では、次、ジーンズのエントリーの説明に入りたいと思います。この bget モードで、まあ、何でもいいですけど、今は、エコー ECO のコロンの B4139 とクリックしてみてください。重い。これが、ペグでの、ジーンズのエントリーになります。ジーンズのエントリーには、遺伝子や配列情報のほかに、まあ、モチーフ情報やケグパスウェイやケグブライトなどのシステム情報、データベースへのリンク、または、NCBI や、アンサンブルやユニプロットなどのほかの配列データベースへのリンクなども記載されています。でアミノ酸配列のところにある、ちょっと見づらいですけど、ここにある、DB サーチっていうボタンをクリックしていただけると、ゲノムネットで、ブラストやファスタなどの、データベース類、ホモロジー検索が、できます。
テグデータベースに対してだけでなく、あのノンリダンダント配列やスイスプロット、エニプロットに対して検索することができます。また、テグではこういう、遺伝子を、遺伝子の配列データを、ジーンズと D ジーンズを合わせた約3000を超える、生物種と、700サンプルのメタゲノムからなる、全部で1億配列を超える遺伝子について収集しているんですけど、集めただけでは解析するのが難しいので、遺伝子をその機能ごとに分類したオーソルブグループデータベースというものを作っています。このオーソロジーと書いてあるところが、そのオーソルブグループ、データベースで、ケイグデータベース内でこの機能アノテーションということになっています。でこの遺伝子の場合は、こういうケイグオーソロジー ID が付いていて、こういう機能アノテーションがされているということになります。またこれに似たデフィニッションというのが上にあると思いますけど、このデフィニッションというのは、もともと、データ配列データを取ってきた、でソースので、もともとの、サイトで作られた、アノテーションになりますので、こっちは、ケグではコントロールしていません。なので、このオーソロジーピオロが、ケグでの、アノテーションになります。で、ケグで行っているオーソログ分類というのは何かという話なんですけども、オーソログ遺伝子というのは皆さん知っていると思いますけども、主分岐によって生じた、生物間で対応する遺伝子のことで、配列相当性を持っていて、かつ、同一の生物化機能を持っていると考えられる遺伝子です。新しく配列を読んだときなど、そのオーソログ遺伝子を見つけたことが、機能アノテーションの近道になります。で、このような、オーソログ遺伝子を集めて分類したいのが、このケグオーソジー、KO になります。でこの K 番号ですね、K の K0 何分か、ちょっと見えないですけど、この K 番号をクリックしてみてください。でこれは KO のエントリーです。K オーソロジーは KO と呼んでるんですけど、KO のエントリーの例です。KO には、K 番号、K で始まる番号が振り分けられています。で、ジーンズ行には、この KO、に分類されている遺伝子のリストが表示されています。また AzaDB というところでは、コグとか GO といった他で作成されているオーソログデータベースとかオントロジーなどにリンクが貼ってあります。で最初の図で示した KEG のこの3つのタイプのデータベースの多くはこの KO を介してつながっているので、KO を理解する上でとても重要なポジションになります。で KEG 外部の配列データとか、例えばユーザーが新たにシーケンスした配列データには KO はついていないので、そのままではこの KEG システムを利用することができません。でそのために、KO をアサインするシステムというのが、KEG ゲノムネットには用意されています。これゲノムネットのトップページの下の方ですね、解析ツール、計算ツールのここに、ゲノム情報解析というのがあります。ここには、自動アノテーションとか、トケルスコとかそういうものが、そういうツールがあるんですけど、そのうちのこのカースというところをクリックしてみてください。カースが、配列に KO をアノテーションする、システムになっていますけれども、一つの遺伝子に KO をつける場合は、ブラストをかけて、KEG ジーンズから似ている遺伝子配列を取ってくるというのでもいいんですけども、たくさんの配列を1個ずつ見ていくのが大変なので、データがたくさんある場合は、このカースというシステムを、利用して KO をすることができます。入力データは、大規模に飼育されたデータや、生物種のアミノ酸配列とか、塩基配列です。で出力結果は、その配列名と KO の対応表と、その KO から作られる、パスウェイマップとかブライトの解像分類などのシステム情報になります。基本的には、カースの配列類性をもとに、KO をアノテーションするんですけども、例えばどのように、複数のパラログが、生物種にあるときに、どの遺伝子がどの遺伝子のオーソログ遺伝子かっていうのは、簡単には、類性からはちょっと見られない場合もあります。でそこで、生物種間で飛躍して、一番似ている遺伝子を作るというベストヒット、またどちらの生物から見ても一番似ているという双方がベストヒットという考えを導入して、これをさまざまな生物種との間で探すことによって、KO のアノテーションの精度を高めています。でそのために、入力データがコンプリートゲノムの遺伝子であるなど、ある程度網羅性がある場合はこの双方向ベストヒットを使
ったモードで計算をして、まあ、そうではなくて、まあ、部分的な配列であったり、まあ、データがメタ内の靴のテーブル中が戻っているとか、そういう場合には、まあ、こう双方向ではなくて、この一方向のベストヒットモードを使ったモードを使うのが良いと思います。で、このカースジョブリクエストというところをちょっとクリックしてみてください。でこれが、ジョブフォームですけども、ここに、まず問い合わせ配列を、まあ、ファスタ形式で入れます。まあ、もしくは、アップロードボタンでファイルをアップロードできます。基本的には、アミノ酸を、想定してますけども、まあ、塩基配列でも、まあ、大丈夫です。まあ、塩基配列の場合は、ブラスト X とかブラスト N を、裏で使っているので、まあ、その場合、時間がかかってしまうので、まあ、可能ならアミノ酸にコンバートしたものを、入力するのが望ましいです。あとは、自由に名前をつけて、メールをメアドに入力して、ケグのリファレンスデータベースを、まあ、選んで、アタサミットを押してもらえば、コンピュートを押してもらえば、計算が始まります。まあ、実際にやってもらえればよかったんですけど、ちょっとこれ、少し時間がかかるのと、まあ、今日はネットワークがあまり、よくないということで、ちょっとこれ、僕がやってみますけども。まあ、例えば、選択して、まあ、名前をつけて、メアドを入れて、まあ、あとセブシリストを選ぶことができます。まあ、ここも全部セブシコードなんで、ヒグルケークのセブシコードなんで、多分分かんないと思うんですけど、まあ、このワイルドリストを押してもらうと、まあ、こうやってポップアップするので、まあ、入れたり、追加したり、消したりすることができます。あとはコンピュートをしてもらうと、まあ、ジョブがアクセプトされます。で、ジョブをアクセプトすると、このような、アクセプトメールが届くので、まあ、そこに、結果へのアクセスが、書かれ、アクセスする URL が書かれています。で、カースでは、この配列、配列と KO の対応関係が、計算されるので、この KO を介して、まあ、パス性とかブライトというものにマッピングすることができます。これは今日は、できないので、結果ページを、ここに用意したので、ここにちょっとアクセスしてみてください。あと、このリムーブボタンというのがあるんですが、これを押すと、結果が消えてしまうので、今日は、押さないでください。Google の短縮 URL で 0EDDFP ですね。いいでしょうか。いけない人はいませんでしょうか。大丈夫でしょうか。そうすると、まあ、このような、ページになると思います。これが結果ページで、まあ、この今日はリムーブ以外はどこをクリックしてもらっても構いません。で、まあ今投げたのはこのテストで、まあ、今コンピューティングしてるんですけど、ここにこれが結果、計算が終わった結果で、テキストっていう部分が、今言った、遺伝子と配列名と KO の対応表になります。で、この HTML をクリックしてもらうと、結果を、パスウェイにマッピングすることができます。で、これが、パスウェイ、結果のパスウェイのリストで、例えばこの0010というところをクリックしてもらえると、グリコリスト、グルコネオジェネシスのパスですけど、このように色がついて、この色がついているボックスが遺伝子に対応していて、
まあ、入力した問い合わせ、問い合わせて、サンプルがもう来ているようなパスウェイというのが、ここにこうやって再構築することができます。またこっちは、まあ、同じものなんですけど、テーブル提供しているマッパーに、直接投げるもので、ここでは、こっち側ではグローバルマップにはちょっと、リンク貼られてないんですけど、ここでこっちをグループデッククリックしてもらえると、このように同じ、まあ、似たような結果になって、ここでは、グローバルマップが見つかるんですけど、この上の、1000番台ですね、1000番台がグローバルマップになっています。あとはメタブリックパスウェイをクリックしてやると、少し重いですけども、ちょっとみんなでやると重いですね。このようにグローバルマップっていうのが、まあ、表示されます。ちょっと色指定があんまり使ったらちょっと薄いですけど、この色がついているところが、今入力したサンプルが持っているパスウェイになります。でこっちは後で説明しますけど、この M っていうのはモジュール番号で、ケグで作っている、パスウェイより少し小さい機能単位なんですけど、こうクリックすると見えない。画面が小さいのちょっと見づらいですが、こうやってここはモジュールですよっていうのが見えて、あら、そうですね、ここを、持ってるか持ってないかっていうのが、ちょっと今画面小さいに見づらいですけど、まあ、持ってるか持ってないかっていうのが、まあ、見ることができます。それからさっきの一つ、このケグブライトヒアラキーというところも、まあ、ケグで提供している、体系分類のデータベースなんですけども、まあ、そこにマッピングすることができます。これもちょっと時間がかかる。でこれ、KO 以外の、KO の、使ってタンパク質の、まあ、いろんなファミリーの体系分類にマッピングすることができます。今入れた遺伝子、これ遺伝子の、まあ、どういうタイプのものを持っているかというのが、まあ、マッピングすることができます。では、次ですけども、まあ、ちょっと、まあ、また、まあ、今 TARS と似たようなサービスなんですけど、メープルっていうのがまたありまして、カースではパスウェイとかブライトへのマッピングが提供されていますけども、このメープルっていうのは、ケグモジュールという、まあ、先ほど言ったパスウェイ少し小さい機能単位へのマッピングを目的としたツールになっています。まあ、これも同じように、利用することができます。こちらはあまり詳しくはありませんけども、モジュールの、埋まり具合でその機能を持っているか持っていないかっていうのを判断するような、ツールになっています。また、このテーブル2つのサンプル間で比較されることもできます。それから最近、ブラストコアラっていうのが、ケグの方で提供されるようになったんですけども、これは、まあ、カースともほとんど、目的は一緒で、まあ、カースのシングルベストに近い感じですけども、これだと、こっちの方ではリファレンスデータベースを絞っていくために、まあ、ある程度早くて、まあ、網羅的に警護されできるということになっています。カースでは、正確な、正しいものだけを警護つけるという感じで目的としているので、まあ、少し過小評価、過小に作るようになって、こっちでは、もっと、例えば網羅的につけるということで、まあ、少し多分課題に、経路がアサインされるようになりきたとかと思います。まあ、目的に合ったものを使っていただければと思います。経路は、文献情報をもとにして、
おそらく機能の分かっている遺伝子の分類を行っていますけれども、機能の分からない遺伝子というのは、まあオーソルグループを作っていませんので、まあ、そういう遺伝子というのは、まだまだ多いということです。で KO は、今 KEG ジーンズが入っているうちの約4割程度の遺伝子にしか、ついていないので、まあ、残りの6割は全く何か分からないということになりますので、そこで、KEGトゲノメントでは、KEGOC っていうオーダルクラスターを、自動で作るシステムを作って、提供しています。現在、まあ、3500種、ちょっとこれ古いデータで3000種の、1270万配列あるんですけど、これを、自動的にクラスタリングしてオーダルグループを自動推定してそれを提供しています。でそのグループに対して、まあ、キーワード検索とか配列類似性からのオーソルグループの検索が行われるようになっています。で、オーソルグラスター OC の、まあ、エトリの例ですけども、遺伝子のリストと解析段オーソルグラスターと、まあ、KO との対応や、まあ、K とのどういう系統が入っているかという頻度とか、まあ、隣接する関係ありそうなクラスターとかの、情報が、見ることができます。ゲノム情報については、以上で、次はケミカル情報について説明したいと思います。ケミカル情報っていうのは、アウグスとか反応データのデータで、パスウェイの、パスウェイの付ける反応ですね、代謝反応について記述されて、蓄積されています。このケミカルインフォメーション、このリアンテイクリガントというところをクリックしてください。ペグにおける、ケモアの部分、まあ、すなわち、性格的な、情報の全般を使ったデータベースになります。ケグコンパウンドは、中間代謝や二次代謝産物などの化合物データデータベースになります。ケグウェイカンは、投射構造のデータベースです。あと、KEG リアクション、R ペア、R クラス、エンザイムというのは、性化学反応に関するデータベースになります。でその下の方にあるところで、また、KEG ID の名前のほか、KEG 独自の ID のほかにも、名前とか、組成式とか、質量などで今検索ができます。例えばコンパウンドで、まあ、ネームを選んで、例に照射するプロパノイックアシッドとか、まあ、入れて、まあ、そのまま、Go をクリックすると、まあ、キーワードサーチで引っかかってきたコンパウンドの情報が得られます。例えばこの C が、KEG のコンパウンドの ID になるんですけども、ここをクリックしてもらうとKEG のコンパウンドのエントリーに取ります。ここには、まあ、さっきの言うと遺伝子の ID とエントリーと同じように、まあ、名前とか、組成子とか分子量とか構造の情報などが、書かれています。で KEG が使っているのは、構造は、二次元グラフだけであって、立体構造は含んでいません。ただ立体異性が分かっているものに関しては、その情報を持っている場合もあります。で構造のところに、いくつかボタンがあるんですけども、まあ、モルファイルは基本的な、まあ、一般的な MDL モルファイルで、この KCF ファイルっていうところ、これが KEG で扱っている、独自のまたファイルフォーマットになっています。この KCF ファイルを、クリックしてください。すると、KCF ファイル、KCF フォーマットっていうのが出ると思うんですけど、これが何が違うか、モルファイルが何が違うかというと、こちらはモルですけど、まあ、まあ、ほとんど同じですけども、ここに計画のタイプというのが追加されています。でこの計画のタイプが何かというと、これは原子の結合パターンとか周辺原子の種類とか、まあ、リングにあるとか方向性を持っているとか、そういう情報を、代謝化合物に多い、炭素、窒素、酸素、硫黄、リンと、まあ、あとハロゲン元素などを68のタイプに分類したものになります。何が嬉しいかというと、まあこの例としては、左は、2つのピンクで示したこの炭素というのは、
言語だけ見ると、まあ、同じように見えますけども、まあ、これを一文字で、一文字でこれを3文字の、形ガトムタイプに記述することで、まあ、一目で分類が区別が分かると区別できるということになります。また右の場合はカルボクシル液ですけど、まあ、本来同じものなので、まあ、同じように記述するということで、分類を行っています。でこれはあまり説明しませんけど、これはケググリカンのエントリーで、G 番号になっていまして、カーボスとも同じように、まあ、名前とか組成子と分子量とかの情報が書かれています。で、構造は2次元のこのツリーグラフとして表されていて、まあ、データ形式は先ほどと同じようにケグの KC ヘフコマットなんですけど、こちらは先ほどのコンパクトの互換性はありません。次にリアクションですけども、リアクションエントリーは、R 番号で ID が呼ばれています。で反応名や反応式、それとあと反応を触媒する遺伝子が分かっている場合はその KO が記載されています。でリアクションというのは、このまま複数の、化合物から、構築されているわけですけども、これを制御するために KEG では、R ペアというのを定義していて、反応の前後の基質と生成物の組み合わせをペアで取ってくることで、コンピューター上で理解しやすいように分類しています。このオレンジと紫のペア、青と、緑のペアで、オレンジと緑のペアで、この青と紫にあると、共有する原子がないので、共有される原子がないので、そういうものはペア作りません。でこの R ペアの、エントリーがこれになって、基質と生成物の原子のアライメントを色で表現しています。緑で、合わせている部分が、マッチする部分で、赤い部分が、リアクション反応の中心ですね。で青い部分が、異なる部分で、青と黒がその異なる部分です。でこの赤いリアクションのセンターとその横にあるこの異なる部分の一つずつの原子、マッチする部分の一つの一つの原子を、それぞれ、R アトム、D アトム、M アトムと、ケグで呼んでいて、これをすみません。この章をクリックしていただけると、アライメントがあって、化合物と化合物1つ、化合物1と化合物2のアライメントが、先ほどのように KCF フォーマットで、書かれています。で、この R アトム、B アトム、M アトムもここに書かれていますね。で、この R アトムと D アトムと M アトムをまたパターンとして表記したのがこのアルケンパターンになりますですね。R アトムは O の 6A が O の 7A に変わった、何もないところに、P の 1B が増えたっていうと、あと C の 6A が C の 6A、C7A とマッチすることがあります。こういう、表記、一行の表記にして、これを反応パターンと定義では定義しています。で、この同一の R 原パターンを持つもので、また R ペアを分類したのが R クラスになります。R クラスは RC 番号がついています。で、デフィニッション行に先ほどの RDN で全く同じパターン、R 原パターンを持つ R ペアのエントリーが並んでいます。このようにリアクション、反応を分類することで、これは今作られているケグリアクションモチューブというものですけども、異なる化合物が類似した、連続反応によって対処されるというものを、見つけ出すことも可能になってきます。で今こういうものを、見つけて集めて、リアクションモチューブのデータベースというのを、まあ、今作っているところです。で次に、これら、ケミカル情報の解析ツールの紹介ですけども、ゲノムダイエットのトップページの一番下にケミカル情報
の解析ツールがありまして、ここには化学構造の比較とか、あと発生を予測するツールなどがあります。一つ、シムコンプというところをクリックしてみてください。で、シムコンプは、化合物の構造類性の検索する、ツールになります。また、シムコンプ2というのは、問い合わせ配列間の類性。こっちは、データベース、結局データベースに対して類性を検索するもので、こっちは、自分の持っているデータ2つ、自分の持っているデータ間の、類性を検索するものになります。でサブコンプというのは、また、少し違うんですけど、部分構造検索になります。少し実際にやってみますと、手前と一番下のシムコンプで、まあ、ちょうどいいのはここに例があるので、ビューストラクチャーで、表示されて、この化合物に類似したものを、今、コンパウンドや、ドラッグデータベース、ナップサックとかリアクションとか、まあ、こういうものから、探すことができます。で、コンペを押すと、先ほどの、化合物に類似した化合物が、まあ、スコア付きで、表示されます。ここにある、オプションの、グローバルとかローカルっていうのは、グローバルは、フレンドからのものも含めた、全てのグラフマッチで、スコアを出して、ローカルというのは、まあ、全て連続した最大グラフのマッチで、スコアを計算して、表示してくれます。検索してくれます。で次に、いいじゃないですけども、イーゼムは、皮質と生成物の2つの二次元構造の、情報から、まあ、代謝を担う酵素の酵素番号とか酵素遺伝子を推定するソフトになります。ここに、ケグの ID とか、例えばモルファイルとかで、2つの化合物を入れてやると、入れてやって、ビューストラクチャーで表示される。で、この2つの化合物の EC 番号とか、酵素遺伝子の推定を行うことができます。アライメントを取って、先ほど言った RBM パターンを推測して、そこから、もっともらしい、まあ、形容や、EC 番号というのが、得ることができます。これでケミカル情報の説明が終わって、次に、システム情報になります。システム情報は、まあ、ケグで一番大事なパスウェイデータベースとか、あとブライトの、データベースになります。パスウェイの他にも、ブライトと、モジュール、先ほど言ったモジュール、機能エンジンのデータベースと、まあ、マッパーっていうのは、これは、データベースじゃなくて、パスでブライトモジュールへのマッピングをするようになります。あとラスは、ケググローバルマッパー、マップへのマップのビュー、ビューアーになります。このパスへとをクリックしていただけると、パスへのページに飛んで、ケグパスへというのは、生体内とか生体外のタンパク質、遺伝子、化合物などの分子間のネットワーク図の図になります。で遺伝子や化合物分子の相互作用ネットワークというのは、まあ、様々で、まあ、ケグパスウェイでは7つのサブカテゴリーに分かれて分けています。
1番がこれです、7つに分かれていて、1番が代謝系ですね。まあ、全員カテゴリーありますけども、中間代謝や二次代謝、通院代謝などの、マップのデータになります。で2番から5番というのは制御系で、遺伝子制御とか環境シグナル、細胞プロセスや再生体システムなどの、マップになっています。で6番は、疾患ですね。あと、癌とか免疫とか神経変性、違いますね。神経変性疾患とか、まあ、そういうものの、疾患の、場所になっています。あと7番は、薬の開発の歴史の、マップになっています。まず代謝系を見ていきたいと思います。このカーボハイドレート、このカーボハイドレート、そのグリコリシス、グルコネオジェネシスをクリックしてみてください。で、このマップは代謝マップの例で、カイト系の一角が示されています。でマップの中の、丸で示されているオブジェクトが化合物に対応していて、四角いオブジェクトっていうのは、酵素とか遺伝子とか、反応や形容に対応しています。で丸にポイントを合わせると、化合物が表示されて、クリックすると化合物の粘土に飛びます。また四角をクリックすると、それにひも付けされている形容とかエンザイムとかリアクションの粘土に移動をします。で図の矢印は、いろいろ意味があって、ですね、右上のヘルプってところをちょっとクリックしてもらうと、このような図が表示されると思いますけど、ここに、いろんな、矢印とかの矢印の意味が、伝えされています。矢印には代謝反応の他にもリン酸化とか脱リン酸化とか、イブキシンガとか、いろんな意味がありますので、分かんないタイプがあったらヘルプを見てこれを表示すると分かります。でここには、説明が書いてますけど、ここの中にも、M 番号モジュールが書かれていて、このパスに載っている、モジュール、このパスより、パスマップより少し小さい、機能単位、理解しやすいように作った機能単位のモジュールっていうのが入っています。でパセイの種類ですけど、傾向にはリファレンスパセイが3つ、KO に対する、KO、先ほど言ったオーソルグループ、KO のエントリーに対する、パセイマップと、EC 番号に対するパセイマップ、傾向リアクションに対するパセイマップがリファレンスパセイとして登録されています。あとは生物仕事に、パセイがあります。遺伝子に対応する光の箱に色がついています。でプルダウンメニューから、それぞれパスウェイを選ぶことができます。例えば、人を選んで、ウォースと、このように、人のマップに切り替わります。この緑の色がついた四角が、人の持っている遺伝子に移されています。ただ、今では、この生物種が3000くらいあるので、プルダウンメニューから生物種を探すのは、大変なので、その時は、この相当することでアルファベットで相当するたり、生徒パーソナライズメニューで、見たい選択肢だけを選ぶことができます。やってみると、相当すると、アルファベット順になります。アルファベット順に相当して5か。5を押すとアルファベット順になります。相当しても分かりにくいので、これセットを押す。で、5を押すと、少し絞り込みできて、例えばアニマルで絞り込みすると、アニマルだけになります。もっと、いろんな、他にも自分でカテゴリーを選んだり、生物種コードですけど入れてやると、それが直接、絞り込みができます。これは
このスライドは、ケグで生物ごとのパスがどのように作られているかということの説明で、まあ、例えば人にはある反応を行う遺伝子がありますという、酵素がありますという文献情報から、リファレンスパスのが作られます。で、その時、このリファレンスパスへの、四角いオブジェクトというのは基本的にオーソルグループに紐付けされていて、その KO には文献にあった人の遺伝子が取り出されています。で、次にこのオーソルグループに他の遺伝子も、ハイブリッド性とか遺伝子の並びとかそういう情報をもとにして、追加していくことで、そこから、リファレンスパスへに戻して、人の遺伝、人のパスへや酵母のパスへ、大腸のパスへといったものが、KO 経由で作られていくことになります。で、先ほどから出ているモジュールですけども、モジュールっていうのは、パスへのアップより人、より小さな人が理解しやすいような機能単位を抜き出したものになります。でこの例は先ほどのグリコリシスのパスウェイマップが切り出したグルコースからフィリビン酸を分解する経路のモジュールになりますけれども、機能単位は生物主観でどの程度保存されているかとか、タンパク質が複合体で生成しているかとか、遺伝子がプレーになっているかとか、そういうものを考慮して手作業で作っています。デフィニッションがこの KO の組み合わせで表記されていて、それぞれの反応に対応する KO はスペースで区切られていて、コンマで区切られた KO っていうのはフォアでどれがあればいいという意味で、この例にはないんですけども、プラスで区切られている KO っていうのはアンド、両方の KO がないと反応が進まないというようなそういう表記になっています。これはグローバルマップの例で、先ほどキャッカースの結果でも見ましたけれども、中間代謝物の中間代謝の小さなマップを一つにつなげたものです。で、さっきの、例と同様に、ヒューマンを選んでゴースと、人を持っているネットワークの、全体像が表示されます。ちょっと見にくいですけど、この灰色の部分というのは、人を持っていない代謝ネットワークになります。で、左の、モジュールのリストがあって、このチェックボックスをクリックすると、モジュールに色がついて、このチェックを外したり、つけたりすることで、モジュールのこの165番が人にあるかないかというのが、見ることができるということになります。で次に、代謝系、制御系は、パルシケズみたいなものなので、ちょっと飛ばして、これは、疾患のマップですね。疾患のマップの説明にしたいと思います。で大腸がんの疾患マップですけども、疾患マップの場合は、マップによっては、縦方向にがんの進行の段階、横方向にそのシグナル伝達、各段階で細胞内に起こるシグナル伝達の流れなどが示されています。また、先ほど違って、四角の中に、赤い文字で示されている遺伝子というのがあるんですけども、この遺伝子の変異が、眼科に無限になっていることを示しています。また、ここでは、プロダウンメニューから、ヒューマンのディジーズのドラッグっていう、こういう、ものも選択できて、これをしていると、3色で塗られた、マップになります。緑色はさっきのところで意味わからないですけど、この人の遺伝子であって、この赤いところは、歯科遺伝子を示していて、ミューテーションやディレーションによって変異が起こっていることを示しています。で、青い、半分青くなったりしているものとか、ありますけど、この青いのは、薬のターゲットとなっていることを示しています。最後に薬の開発マップです。これは見るだけですけども、これはペニシリンの、ペニシリン系の抗生物質の開発の歴史を示しています。左上にあるように、ペニシリンから、耐性菌が出たら、その菌に効く新たなペニシリンを開発する、そういう、開発の流れが見えるマップになっています。で、
パセでも、ケグパセのデータベースでも、まあ、キーワード検索は先ほどと同じようにできます。まあ、使い方は遺伝子検索の時と同じなんで、パセマップ自体への検索だけではなくて、まあマップ内の遺伝子とか化合物などいったオブジェクトに対してのキーワード検索も、行うことができます。でまた、この下のところで、パセマッピングでは、このマップの中のオブジェクトを指定してパセのマッピング、まあ、色付けをすることができます。で複数の、オブジェクトに対して、まあ、それぞれ自由な色を付けることが、まあ、できます。まあ、色塗りツールですね。でここでは3つ分かれているんですけど、まあ、どれも基本同じ色付けで、まあ、自由度がちょっと違うものですね。上の2つはもうケグパスウェイ全体にマッピングするもので、一番下は、指定したパスウェイで、指定したマップで、まあ、数とか数値を渡して、まあ、色々のグラデーションをつけたりしてマップを、色付けすることができるツールになっています。例えばこの書かれている例をコピー&ペーストして、まあ、エグゼックを押してもらうと、検索で引っかかった全てのパスウェイマップのリストが出てきて、まあ、そこの、パスウェイマップが指定された色で塗られるという、まあ、そういう、まあ、本当に 色塗りツールになっています。で先ほどのあと KO をカースで KO をつけたものをダウンロードしておいて、まあ、後からこのケグマッパーに慣れて、まあ、色をつけるところも可能になります。で色の、入力形式は、ID スペース背景色、コンマ文字色というふうになっています。で、例えば、あと色は Web カラーが使用可能です。で例えば、まあ、あとそうですね、 ID はケグ ID じゃなくてここでは NCBIGID と NCIGI とかユニクロットも使用可能です。例えば GID で、まあ、こういう、ID で色をこうしてしやると、まあ、そのふうに見るということが可能です。この場合、これは、今 NCBIGID を、犬から取ってきたので、まあ、犬のセブシコードを入れて、まあ、ゴースト、パスウェイが塗られるようなところになります。あと、ケグパスウェイであると複数のセブシの情報をパスウェイにマッピングすることもできます。このケグゲノム、ケグゲノムというところをクリックして、開いたページの、視野の方にあるんですけど、ケグマッピングというところを。のカテゴリーで、これですね、この、例えば API プラス BUC というのは、アブラムシとプフネラ、共生細菌のプフネラの、組み合わせの、例ですけども、これをクリックしてやると、この2つの生物がセットされた、ページが飛んで、そのパスウェイで、パスウェイのリストが表示されて、例えば、アミノ酸の、バリン、ロイシン、ソライシンのバイオシス申請数を見てみると、まあ緑のブフネラとアブラムシ と、ブフネラの逆かな遺伝子が投薬して、まあ、3種の、アミノ酸を合成しているというのが見て取れます。まあ、このように、統制関係とか、まあ、他にも規制関係とか、あと人の腸内細菌層の人と腸内細菌層の関係とかを、まあ、まあ色を分けてマッピングして見ることができます。で今のは、経験にあるデータだったんですけども、自分のデータをで、複数の生物にマッピングするとも先ほどの、ケグマッパーの、リコンストラルパスウェイですね。これで、色付けすることができて、データ形式は、まあ生物種の遺伝子と KO のリスト、生物種2の KO と遺伝子リストっていうふうにこのように書いて、入力したり、まあ、ファイルアップロードしてやると、このように、まあ、色付けされます。複数の色で色付けされて、まあ、どの生物が、どの、KO を持っているかということが、表示されます。ケグパスウェイの説明は以上で、
次にケグブライトです。ケグブライトっていうのは、ケグで作っている、体系分類のデータベースになります。まあ、例えばパスウェイになる遺伝子とか、化合物というのは、中間代謝系の炭水化物代謝の、まあ、回答系の、遺伝子とかそういうふうに、まあ、パスウェイの回数で分類されているとも言えるんですけど、まあ、パスウェイにないような遺伝子とか、他にも化合物とか、まあ、いろんなものを、まあ、いろんな、知識から、回数的に分類していったものがこのカケグブライトになります。で今はケグブライトは、5つの、カテゴリーからなる、まあ、100種類以上の、解像分類が文献情報をもとに作成されています。まあ、1つ目はパスウェイとオントロジーで、まあ、パスウェイデータベースがプライトのデータベースの一覧になっています。で次はジェンズ&プロテインズで、まあ、遺伝子で配列のタンパク質、まあ、配列のそのネットワークの分類が、ここにありますね。たくさんあります。で3つ目はドラッグ&ディジーズで、薬とか疾患の分類、あとコンパウンド&リアクションで、化合物の機能による分類とか交差反応の種類による分類がされています。あと一つ最後にオーガニズム、アツアンドセルズで、まあ、生物の系統分類とか機能や生物の分類のデータベースが、まあ、ここにたくさん構築されています。またケグブライトデータベースでも、まあ、先ほどのパスウェイデータベースと同様にキーワード検索とか、ブライトへのマッピングが可能になっています。あとこれは使い方はさっきのパスウェイと同じなので、まあ、説明を省きます。であと最近ケグで、特に、薬や疾患などの医療に関わる情報と、まあ、ケグデータベースの統合を進めています。でデータベースには、日本とアメリカの、医療用と一般用の医薬品の添付文書が、データベース化されて、入っています。ケグのメディカスはケグメディカス、あ、今変わってますね。ちょっとさっきシステムに入っていますが、今はもうヘルスインフォメーションに分かれていますね。ケグメディカスは、まあ、日本語版があって、例えば、医療薬品情報検索が、キーワード検索でできます。まあ、バファリンとか検索すると、まあ、バファリンの、検索ができて、それで医薬品添付文書の、データに登録ができます。で医薬品添付文書にはこのような、併用注意とか併用禁忌などの相互作用の情報が書かれていると思いますけど、これもデータベース化することによって、ケグでは、相互作用のチェックということが、することができるようになっています。ここにどんどん薬を入れていくと、バファリンを追加してみて、まあ、例えば、まあ、インドメタシンとか、どんどん追加していくと、そうですね、相互作用の確認ができます。が、これこの一つは併用注意であるという情報が、このバファリン、この添付文書には、このような、成分で、併用注意と書かれているんですけど、それをすべてデータベース化することによって、この、薬の名前で、その併用注意とか、そういうものを見つけることができるようになっています。あとアスピリンとか、
追加すると、まあ、バファリンにはアスピリンが入っているので、まあ、成分が所属していますと、そういう情報も見ることができます。エトロビルは、ね、HIV の最初の薬ですけど、まあ、エトロビルは相互作用の今情報はありませんって書いてますね。でイブプロフェン、イブプロフェンとレトロビルは、まあ重大な、相互作用がありますので、ここに併用禁忌であるという情報なども、医薬品の一般名から、検索ができるようになっています。でこれで、紹介はあるんですけど、今回紹介したウェブサービスの利用というのは、全て、まあ、無料で行うことができます。一回、経験が有料になったっていうことで、まあ、ウェブを使うのも有料だと思う方もいたそうなんですけど、まあ、ウェブサービスは全て無料です。あと現在、しかし一方、KGFTP の利用というのは今有料で、KGFTP のデータをダウンロードするには、購読が必要になります。で KG メディカスというのはだけはアカデミックに限って無料になっています。で KG のデータをだから取ってくることは今難しくなっているんですけど、 KG API を使うことで、まあ、ある程度データの取得が可能になっています。まあ、これはアカデミックに限って無料になっています。KG API の例はこんな感じですけども、まあ、REST の KGJP というところで、まあ、ヒューマンのリストを取ってこいというと、まあ、ヒューマンの遺伝子リストが取れたり、ヒューマンのこのエントリーを、まあ、取ってこいという、ゲットしようというと、ヒューマンのエントリーが取れたりします。で、こういう、こういうものを使うことで、まあ、プログラムできる方というのは、まあ、いちいち HTML を開いて、そのデータを抜き出すということをしなくても、まあ良くなっています。ただサーバーに負荷をかけすぎたりすると、まあ、多分規制が入ったりするので、あんまり無茶な使い方はしない方がいいと思います。以上なんですけども、分かんないことがあったら、まあ、フィードバックというのがありますので、まあ、ページの一番下にフィードバックがあったり、まあ、左にフィードバックというのがありますので、まあ、ここで、まあ、いろんな質問とか意見とかどんどん入れてください。まあ、これは全然日本語で OK なのでお願いします。お疲れ様でした。何か質問があれば、今日説明しなかったことでも何かこう敬語を使ってて疑問点がなどありましたら、質問してください。